深川だけでいいですもん。誰が保護やったらいいかな。超高校級のプレイボーイじゃんね。どうで中学の時に捨てたべ。ということでやりますか。前回の配信を見てない人はもうバリバリネタバレになる場合なんやけど、月岡黄金も言ってます。前回ね、なんと2人死んでましたね。2人、びっくりですね。でもさ、なんか今のところさ、このキャラクターマジかよ。あんなにめちゃくちゃ目立ってたし、めちゃくちゃ中核になってたのに死ぬのかよっていうのは、なんかね、現状前園さんぐらいなんじゃないかなって思ってて、なんだかんださ、蓋を開けてみれば、話を進めていけば進めていくほど、なんかまあ、そうか、死ぬか、みたいな感じなんやな。ね、でも、逆に言うと、今残ってるメンツね、今残ってるメンツから誰が死ぬねんってなったらね、ちょっと、ね、それを考えると恐ろしいものがあるんですけど、まあ、殺人が起きたということは、誰か一人犯人がおって、そいつが釣られるってわけなんですけど、どうしよう、俺やったら。俺これ全5章プラス1章、これ最終章で終わりって聞いてたんやけど、3章の途中でね、終わることないよな。これ苗木誠やったらどうしよう。でもなんかいつもね、あの学級裁判の時に、なんだかんだ今回の犯人は苗木誠です、みんなから疑われてしまった、そっかみたいになっちゃったりしてるしな、ね、今回もそうなるかも。さてやりますか。どこだどこだ。なんか前回ちょっと半端なところまで進めちゃったんよな。こっからまあちょっと微妙に進んだところから始めますけど、お許しくださいということで、コンティニュー。じゃん。ちょっとログを見ましょう。どっからやっけ、そう、今日2度目の悪夢が僕を待ち受けていた。そこでは自らこぼれた血の海の中で石丸くんが死んでいた。保健室で発見された山田くんの死体、物理準備室で発見された石丸くんの死体ということで、2人死んでたわけね。僕は立て続けに2つもの悪夢を目の当たりにすることとなった。いや、悪夢なんかじゃない。え、なんだ、苗木節やな、これ苗木節。悪夢なんかじゃない、これは紛れもなく紛れもない現実なんだ。あー、惜しい。惜しい。現実なんだまでは思ってた。だんだんこれ苗木誠と俺シンクロしていったけど、弾丸論破面白すぎてネタバレ組んできた。おいおい、視聴者、俺 みんなで一緒に結末迎えようやじゃないのこれ、ね、一緒にゴールしようよじゃないのか。この悪夢こそが今僕が直面している現実そのものなんだ。だけどそれにしたって、うわ、え、みんな、え、は、え、みんないますけど、え、は、トガミくん、大神さん、ちょっと深川さん、深川さん。まさか深川さんまででも流血してないもんな。安心しろ、そいつは血を見てそっと押しただけだ。確かにそういえばそうでしたね。そういえばそうでしたね。血を見て、そっか、ジェノサイダーじゃない方の深川さん血が苦手なんだっけね。おさらいですね。あっさり主人公交代するんか ね主人公交代したら面白いね。普通に戸上白夜が主人公になったら嫌やな。そんなゲーム売れてほしくないもん。そんなゲーム売れる売れへんとかじゃなくて、戸上白夜が主人公のゲーム売れてほしくない。いくら起こそうとしても起きやしない。もう放っておけ。アニメ視聴済みなので数年前からネタバレ踏んでる、ね、そういう人間。そう、アニメってやっぱね、とっつきやすいから、弾丸論破のそこら辺のストーリー知ってる人も多いよな、ね、奇跡的にゲームのネタバレも一切食らわずアニメも見てないので、これこのね、令和の時代に弾丸論破の配信ができてるわけなんですけど、お言葉通りとりあえず放っておくことにしよう、いやー、トガミくんねえ、ちょっと話聞きたい。あ、てかハンマー落ちてる、ハンマー落ちてるやん。これ4なんかな、4号またこのハンマーだ。あー、ジャスティスハンマー4号、しかも前よりさらに大きくなってる。うわー、じゃあね、山田くんよりも即死だったでしょ、ね、やっぱり石丸くんを殺したのも例の不審者の仕業なのか。それにしてもなぜジャスティスハンマー4号なのだ。何か、最初にセレスが1号のハンマーで襲われ、次に山田が2号のハンマーで、あー、そうなんですよ。あの、ここで衝撃の事実を彼女にお伝えすることになるんですけど、ここで使われているのは4号のハンマーだ。なぜ3号ではないのだ。なんだ。そうなんだよ、その3号のハンマーの件なんだけど、なんだ、何か知っているのか。実は殺されたのは石丸くんだけじゃないんだ。
山田くんも殺されてたんだ、大丈夫ね、あいつなら殺されて当然じゃないかみたいなこと言わへんよな、ね、あーそうやな、山田まで殺されただと本当なのか、うん、なるほどね、それで俺たちを呼びに来たというわけか、では確かめに行かねばなるまいな、無論だ行くぞ、でもなんかどうすんの、深川さんちゃんと連れてくよね、なんかでも石丸くんの死体ここに置いていくのも嫌やな、どうしよう、あの山田一二三の死体あの持ってきてもらってさ、なんかチューとかさしとこ、よくないか、こういうのはよくないか、こういうのはよくないな、レインコードやるような、レインコードって配信していいのかな、ね、でもレインコードのさヒロインの子めちゃくちゃ可愛いよな、ヒロインっていうかなんか相棒ポジションの子ね、めちゃくちゃ可愛い、僕と小上さんと戸上くんはすぐに物理室を飛び出した、だけど物理室を出た直後、あ、セレスさん保健室で待ってるはずじゃ、こいつ全然人の言いつけ守らんな、ねえ、なんか朝集まりましょうって言ってもなんかねえ割とねえマイペースに来たりするし、ねえロイヤルミルクティー作らすし、それが大変なのですわ、聞いたぞ、山田が殺されたんだろう、それだけではなくなりました、どういう意味、消えてしまったのです、消えた、山田くんの死体が消えてしまったのです、おお、ミステリーだね、なんだと、何を言ってる、死体が消えただと、そんなバカなことが、あんな巨漢を、これ犯人大神さくらですね、間違いなくね、そうなると、おい、本当なのか、一体何が起きているというのだ、とにかく保健室に戻るぞ、やばいな、今回ダントツで理解できてない状況が、ごちゃごちゃやね、僕は転げ落ちるように階段を降りていった、そう考えると一番最初のさあの桑田くんのね、あの水晶玉投げて焼却してたあれもう簡単すぎるな、ね、これ逆から読んだらなんか桑田になってるんじゃないかみたいな、ね、じゃあレオンになってるみたいな、ね、簡単すぎる、そして息を切らしながらたどり着いた保健室で、マジや、僕は自分の目を疑った、でもセレスさんあなたいたんでしょ、ついさっきまでそこにあったはずの山田くんの死体が消えた、 ああ私とセレスちゃんちょっとトイレに行ってて、でも目を離したのってほんの1分くらいだけだよ、それで戻ってきたら、はあ、おそらく犯人の仕業でしょう、犯人が死体を持ち去ったのです、でも2人で一緒に出たってことは2人アリバイがあるってことやけど、これってさ一番最初に説明されてたけど、別にそんなにメリットはないけど共犯でもいいって言ってたよな、ねえ、殺した犯人だけが一応なんていうかな、犯人扱いされてお仕置きの対象にかけられるけど、別にその犯人なんか殺人の、ね、助力をした場合は別に罪に問われないみたいな話だったから、共謀してんのか、出ないとこういうことってできひんよな、ねえ、だって山田ひふみですよ、ねえ、山田ひふみやもんな、山田ひふみやからな、そもそもね、俺これターゲットから、ターゲットっていうか犯人のね候補からこのセレスおよびこのね朝比奈さんとかね、でなんならキリギリさんとかもう外れると思うよな、これなぜなら山田ひふみの体を触りたい男女なんていないからですね、でなんか大神さくらちゃんも一応男嫌いみたいなところあるし、そもそも山田ひふみを触りたくないと思うので、死体といえどね、いくら世に行ったといえど触りたくないと思うから、ってなると戸上か犯人、私たちが怯え混乱するのを見て楽しんでいるようですわ、このままだと全員殺されてしまいます、彼らのように殺されてしまいます、なんだと、あの戸上も汗と、死体消えるとかアマンガースやん、確かにね、まあ宇宙人狼みたいなところあるよな、これ密室でみんなでねえ人狼して死体が消えたなど信じられん、なぜだ、立て続けに、2件もの殺人があった上にさらには死体の消失まで、いくらなんでも不自然だ、ちょっと待って、立て続けに2件もの殺人ってどういう意味、あーそうやな、いちいちこっちにも説明せなあかんねんけど、うーん、朝日奈よ、石丸も殺されていたのだ、3階の物理準備室でな、石丸までそんなことって、あー冷静に、朝
大丈夫大丈夫や、俺が抱きしめる。ちょ、さくらさくらちゃんもちょっとどっか行っててくれ。ちょっとね、さっきトイレ行ったらしいけど、もう一回トイレ戻るわ。彼女とね、彼女と。このままじゃ本当に殺されちゃうよ。みんなあいつに殺されちゃうよ。だとしたら次の標的は深川あたりか。え、あ、確かにそういえばそうやね、そういえばそうやっていうか。で、あなたたち連れて帰ってきてないの？え、普通になんかさくらちゃんがさ、ね、では深川も連れて行くとしようみたいなこと言って、なんかおんぶ抱っこしてさ連れてきてるもんやと思ってたけど、忘れていたじゃないよな。なあ、お前らの友情ってそんなもんかなあ。ね、ちょっとみんなでここで仲良し交渉しようよみたいな感じで言ってたね、人が多数で、戸上ぐらいがね、どうせみんな疑心暗鬼になってうんたらかんたらどうせ殺し合うんだみたいな感じのスタンスやったけどさ、やっぱり希薄な友情ですね。現場に置いてきたのですか、ほんまやで。こればかりは仕方ないじゃないか、気を失ったままも気がしないんだからな。ね、戸上はもうしゃあないね。まあいくらね、ストーカーといえど、まあ女の子やしね、ちょっともあの引っ張ってくることはできないけど、ちょっと待てよ、やっぱあれか、深川ちゃんってやっぱお風呂入ってないからか、ね、深川の匂いがちょっと無理ですわって偽大神桜やった今。ちょっと深川はしんどいな、倒れてるといえど、ね、ちょっと私でも無理です、ね、言ってたかもな。気を失ったまま、トガミ、お主は気づいていたのか、ならばなぜ俺に付きまとう厄介者、殺されてくれた方がありがたい、ね、こいつこれ本心で言ってると思う、俺は言ってると思う。貴様、あらら、おいおい、お前らだって忘れてたんだ、俺を責める権利なんてないはずだぞ。まあ確かに確かにな、喧嘩してる場合じゃないよ、それより早く戻ろう。ね、内陸みたいなね、もやし男に怒られちゃもうね、しょうがないよな。仲間言う割に意識低くてさ、ほんまやで。ね、ちょっと戸上白夜のこれ手のひらの上なんじゃないか。もうこれ以上が人、もうこれ以上人が死ぬのは嫌だよ。戸上はもし深川に何かあったら、我は貴様は許さぬぞ。まあな、あんたも忘れてた。ね、我も忘れていたのは悪いが、しかしお前みたいな感じのならいいけど、ね、完全に矛先そっちへ向いてるやん。笑うてる。ここに行こう。保健室を飛び出し、再び3階まで階段を駆け上がり、僕らは全速力で物理準備室へと戻った。それとそこには、あー、よかったよかった、深川さん、よかった。でも死体がないんですけど。だけどその直後僕は気づいてしまった、この現場の異変に。あー、消えていたのだ。そこにあったはずの石丸くんの死体が。あー、まあ、ここのね、この話し合いに現れてない人物、ハガクレなんやけど、ハガクレしかおらんやん、じゃあ。え、そうやな、ハガクレ以外全員おるよな。ハガクレやん、じゃあ、犯人。なあ。なあ。消えてしまっていたのだ。まさかこれは、でもこれでハガクレが犯人でしょうって、これね、もう弾丸論破の制作陣のこれ思うツボなんですけど、ね、まさかこれは、我らは夢でも見ているのか。夢なんかじゃないよ。だって僕は確かに見たはずだ。石丸くんの変わり果てた姿、ね、険しい顔で、ね、どういうこと、石丸の死体も消えちゃったの。黙れ。消えたなんて言い草はやめろ。これは間違いなく犯人の仕業だ。犯人が死体を隠したんだよ。そんなもう証拠残りまくるよな。匂いもつくし血もつくしな。あ、そもそも死体持ってくの嫌やな。ねえ、そんな倫理観のなさそうな飛んでるやつ、やっぱ葉隠れか。葉隠れやな、飛んでるもんな。キリギリさんもいない、確かに。そういえばそうか、ここなんか2人は容疑者としては、ねえ、ずっとキリギリさんおらんもんな。でもここでキリギリさんが犯人になるとは考えられない、考えづらいよな、やっぱ。ねえ、メタ読みね、えやっぱ最初に舞園さんがいなくなった今ね、キリギリさんをここで犯人にしてねえってなると、俺らは誰をすこればいいのな。俺にはね、朝比奈葵がいるんですけど、大多数のオタク、大体これ舞園さやかがはがくあはがくれじゃないキリギリさんが好きでしょ。ねえ、誰をすこればいいんですかこれ、逆に引きずってるか背負ってるかのはずなのに、床に何もないっていうのがまたむずいよな。まあ確かにな、
ねえ、まあ、じゃあショットおぶってんのかな。また袖に血がついてるとかの話になるんかね。ねえ。でもあれ、そう考えたら最初の方あれ、ガバすぎたよな。ねえ。でもどうして死体を隠したりする必要か。そんなことは知らん。怒ってる。ねえ、もう逆にね、今までやったら、ねえ、そんなこともわからないのか、みたいな、やったのに、そんなことは知らん。まあ、わからないことはわからないと言える。ともかく誰かが例の不審者となり、犯行を重ねているのは間違いないようです。うん。早くあいつを捕まえないと、このままじゃ本当にみんな殺されちゃうよ。ありえん。いや、その心配はない。考えてみろ。一連の殺人と死体隠し、それらを全て実行できた人物は誰だ。それは、うん、最初に山田の断末魔の叫び声が上がった時、断末魔の叫び声、まあ、まあいいか。ここにいる全員は3階に揃っていたはずだ。そうでしたわね。その後二手に分かれることになったのでしたね。今の石丸の死体が亡くなった時もそうだ。ここにいる連中は保健室に揃っていただろう、うん、つまり一連の犯行が可能な人物はここにはいない。葉隠れとギリギリのみということになる。さあこれだ、こう言われたってことは絶対違うんやろうなって思っちゃうんやけど、だとしたらどうしたのかって話だよな。アホから死んでいくので一生と考えればだと。確かにな、アホすぎる。そう考えるとね、そうやね、狡猾な人物のみがこれだんだんと残っていくもんな。キリギリさんは死体触るの慣れてるからワンチャンあるぞ。確かにな、もう死体べちゃ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 触ってたもんな、ね、藤崎千尋の死体べちゃ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 ね、男とも知らずね、多分最初から気づいてたのかな。死体触って金玉をね、にぎにぎして、あ、男の子やと思ったのかな、どうなんやろ。ちょっと待ったよ、キリギリさんにはセレスさんや山田くんが襲われた時のアリバイがあるんだよ。僕らと一緒に食堂に立って確かなアリバイがさ。ずいぶんとあいつの方を持つんだな。そうね、舞園さやかなき今次のね、大地くんのターゲットはキリギリ。お前も来いってやつか。いや、ちょっとバカにすんなよ。ね、これいろんな人を同時にバカにしてるぞ。そんなんじゃ、ね、でも今ギクって思ったわ。ギクって。まあいいだろう、キリギリのアリバイは認めてやろう。お、柄にもなく。この状況でパートナー探してるのは逆にすごいけどな。まあなんか吊り橋効果的なね。もうどうせ死ぬんやったら最後に小種残しときましょうやみたいな。なんか人類としての生存本能みたいなね。そうなるとあの不審者の、正体は葉隠れ君以外では考えられなくなりますが。つまりもう殺人は起きない高速にも明記されてあったはずだぞ。そっか、同一犯が殺せるのは2人までって高速。ああ、そういえばそうでした。そういえばそうやな。そうやん。そうだ。その高速がある限り3件目の殺人は起きない。もし犯人が高速を破ろうものなら、おおっと、ミンチだよミンチ、即ミンチ、肉を細かく切りすりつぶしちゃうんだからね。ちなみに魚介類を原料とした場合はミンチじゃなくてすり身って言うんですって。ああ、まあ確かにそうやな、ちくわとかかまぼことかってすり身やもんな。ああそうなんや、だそうだ。おお、慣れてきたね、トガミも。犯人がすでに2人を殺している以上さらなる犠牲者が出る可能性はないということです。確かに。じゃあここで学級裁判する必要ってこれってないってことね。え、殺人したやばいやつと一緒に暮らすことになるけど、今後は殺人が起きないってことやろな。もしや。トガミ、お主は最初から気づいていたわけか。深川が殺される心配がないということ。お、そうなのか。あいつが殺された方が助かると言ったのは本心だから、これめちゃくちゃ笑ってるけど、危ねえ、そういえばあのコースがあった、危ねえ、俺のせいにされるとこやったっつってね、今ちょっとだけおしっこ漏らしてるやろな。つまり、ね、ちょっとだけおしっこを漏らしちゃって、それがこのね、制服のズボンのところから滴ってね、深川透子のね、あの顔のところに落ちてね、目覚めるやろな。何を言ってるんですか。これ最悪の最悪の白雪姫みたいになっちゃった。ともかくこれで安心して死体を探せるんだ。隠された2つの死体を、隠された2つの死体、2人が殺され、2人の死体が隠された。それをできたのはアリバイのない葉隠れくんだけ。ああ。でもまあここで今までなんかあんまりスポットライトに当たってなかった葉隠れにね、まあ犯人であろうとなかろうとスポットライトが当たるのは面白いね、そういえば石丸の死体発見アナウンス流れてなくね。確かにそうじゃね。確かにマジやんね、3人以上見たよな。ああ、でも本当に葉隠れくんが犯人なのか。それにキリリーさん、
事件に関係ないならキリギリさんはどこに行っちゃったんだよ。これ、ま、マジ、それマジじゃないかなあ。大丈夫それ、気づいてよかったやつかな。ねえ、それ絶対今回の確信やと思うんやけど。なんだ。おい、泣いてどうした。いや、なんでもないよ。ともかくまずは死体を見つけるぞ。死体を見つけないことには話が進まん。そうかな。それでは。では手分けして探しましょう。でも。だけどさ、怖がる必要はありませんわよ。もうこれ以上殺人は起きないのですから。ね、これ同一殺人犯、同一殺人が2人までってことでしょ。だから他の人が殺したら、ね、死にるってことよな。油断しきったこの流れに乗じて。だって。それは分かってるつもりだけど。朝日奈よ。あ、不安ならば我が一緒にいてやろう。ああ、愛してる。うん、ありがとう。礼には及ばぬ。なんかマジで全員怪しく見えてくるなこれ。ね、優しささえも最悪のゲームやなこれ。ね、心のね、そこからの優しさであれどね、怪しさに見えちゃうよな。では探索開始だ。死体を見つけたらすぐに俺を呼べよ。頼れる、頼れるね。戸上くんが物理準備室を出ていき、他のみんなもそれに続く。消えた二人の死体を見つけ出すため、うん、はーん、どこでしょうね。でもなんかちょっと待って、何か、お、あ、氷川さんまだ落ちず、ちょっと話しかけに行くかね。え、うん、てかこれまたさ、またさ、これ氷川さん、これほったらかされてんの、誰か持ってけってな。そんな嫌かね、言葉にしてないだけで。ちょっとなんでや、マジでバカ野郎お前ら、誰か持ってけって。ジェノサイダーじゃないこの氷川さん、血が苦手なんだったらもう殺される心配ないでるし、ひとまずそっとしておくことにしよう。にしたってやろ、な、地べた保健室に寝かせるとかあるやん、ここにね、マットあるやん、マットに寝かせるとかな。これビニールシートか、あ、ビニールシートか、ごく普通のものだな、特に気になるところはない。なあ、なんでなあ、殺人が起きないから氷川さんはこのままでいいだろうじゃないよな。俺普通にベッド持ってりゃ、ねえ、なんかみんなの思惑見えてきたぞ。ねえ、みんな仲間仲間言ってるけど普通に持ってきてないし、ねえ、うん、氷川さんみんなからしっかりと嫌われてない。ねえ、ちょっとなんていうかな、戸上くんぐらいさ、このな、戸上くんはねヒールみたいな感じの役割やけど、なんだかんだでしっかり考えてるし、なんだかんだでなんか役に立ってるみたいなところで、こいつ憎めないやつだなみたいなところはちょっとあるかもしれへんけど、深川智子はマジで嫌われてるかもな。あ、最悪、嫌やな、そういうのを見え出すの、うん、石丸の死体があった場所に移動させておこう。これインスタグラムのこれインスタ映えスポットになる。で、後ろにこのめっちゃでっかい羽、虹色の羽生えてるやつみたいな、結婚だけを残して消えてしまった、またこのハンマーだ。材質からして木槌みたいだけど、前よりもさらに大きくなってる。そしてジャスティスハンマー4号、やっぱりこのハンコも例の不審者の仕業なのか。このハンマーってやっぱあれなんじゃないの、美術室のなんか、ちょっと待って、美術室にあったよな木槌ね。えここ、あー、移動できずか、しゃあない、足で歩きますか。うん、そもそもここもさ、なんなんやって話なんやな。ここは結局何もなしかな。この大きい機械がただの空気清浄機。美術室のところに朝比奈さんと、ね、大神さくらちゃんがいるっぽいんですけど、こっちかな、これやね。うん、てか血ある部屋で気絶したら無限ループするんじゃね。確かに、あれみたいになるような、カロンみたいになるような、てってドルル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 つってね、また元に戻ってもヒップドロップで壊されてみたいな、ね、あれになっちゃうよ。二人の死体どこに消えちゃったんだろう。とにかく消えた二人の死体を探すの話はそれからだ。探してるんですけどね、ね、俺が探してないみたい。え、お、あれ鍵がかかってるみたいだ。さっき開いた余談、さっき物理室一番最初行く前だから、石丸くんの死体見に行く前ここ開いてたよな。うーん、やっぱここよな、怪しいよな。うん、わ、気になるところいっぱい。うん、
壁島に絵が貼られている。まあ何もないのかな、うん、ロッカー、ロッカー、これも別に、うん、見ようぞ。この美術室特有のこの机っぽいところに何かあるわけでもなく、なしか、うん、他3階行ける部屋全部行きますか、うん、ここは娯楽室 ね、セレスさんが襲われてたところね、うん、誰もおらず、これがジャスティスハンマー最初の1号のやつか、ジャスティスハンマー1号で襲われた。それにしてもジャスティスハンマー1号って、ね、これも意図がわからんしな、ね、なしてそんなことしてんのかっていう、うん、ビリヤードさすがに時期には関係なさそうだ。そうかな、9って怖いよな、これビリヤードの9って思うんやけどさ、めちゃくちゃこれエイリーでさ、なんか目とかつきそうやし、ね、なんかね、そういうのないか、ナイリ君は。先端めっちゃ怖いのがないか、ゆったりとしたテーブルだ。テーブルよりオセロやってたからな、テーブルそんな気にならんって。ここも気にならんかな、うん、逆に美術室の木槌だったらでかくするためにペイント施してるの、ペイント施してんのもよくわからんよな。これって瓶みたいになったけど何なんだ、いっぱいこんだけさっきから物はたくさんあるのに何もないし、なしなんか、ちょっと他のマップ、太鼓館、かわいい、みんなどこにおんの、みんな消えちゃった、消えちゃった、他の人らはちょっと戸上とかは消えちゃった、まあいっか、うん、まあ何か、おーい、びっくりした、びっくりした、お前真顔で出てくんなよ、笑顔で出てこいってせめて、びっくりした、おい、あーお前おんのか、何をぼさっとしてるんだ、さっさと美術室に行くぞ、行ったよさっき、え、じゃあ、うん、え、あ、山田君と石村君の死体は美術室に隠してありました、あーやっぱ奥に、じゃあな、朝日奈と大神をすでに呼んである、俺たちは先に行ってるぞ、いや先おったけどな美術室、なんお前どうやって見つけたんお前ら、はお前な、さっき言ったけどな美術室、ね、お前らおらんかったやん、何奇妙なこと言うな、はいはい、ここに二人の死体が、まあ奥なんやろな、この先は美術倉庫だな、ドアノブが回る、開けられるみたいな、だったら入ってみるしかないよね、え？ドアを開け、中へと入ると、なんでさっきあかんかったんや。こいつら、こいつら、やったな、こいつら。ねえ。ね、どういうやったかはちょっとね、皆さんの想像にお任せしますけど、そこで僕は見た。え？ああ、もうビニールシート引かれてる。確かに移動させられてるね。うん。消えたはずの二つの死体がそこにはあった。伏せ返る血の匂いが主張していた。ああ、するよな、そうやな。今までなんかあんまり、ねえ、なんかそういうのって描かれてこうへんかったけど。内開きと外開き間違えたんちゃうの、ね、ダサすぎるよ、それやとしたらここに来て。ねえ、それは違うよって言って。ねえ、でも、さっき美術室の、準備室のドアが開かなかったじゃないか。それは違うな。お前は内開きと外開きでも間違えたんじゃないか。ねえ、トワミー君に詰められるんやろな。目の前のこれが紛れもない現実だということ、そして僕は本日2回目のアナウンサーに行った。え、このタイミングなの、うん、死体が発見されました。え、一定の自由時間の後学級裁判を開きます。ん、1,2,3、いや、そうやな。多分最初にセレス、戸上白夜が見つけて、で、大神さくら、で、朝比奈葵、で、内陸の3人が同じタイミングで入ってきたから、ここで3人以上になって、アナウンスって話なんかな。だとしたらさっき死んでなかったの。
えな、なんですか。さっき死体をめっけた時に配っておこうと思いつつまだ何かありそうだから出し惜しみしてたんだけど、その予感がピタリと的中。いいから早く渡せ。じゃあしっかり操作してしっかり学級裁判に備えてくださいね。これ石丸くんが犯人の パターンもあるよなこれね。普通にね、殺した後に自分が死んでるパターンも全然あるよな。また後でね、うん、さてと死体も見つかって、あとは犯人を当てるだけだな。ちょっと待ってよ、あんたはなんでそんな冷静でいられるの、ね、ずっとそうですけどね。死んじゃったんだよ。ひどいよ。誰でも死んじゃったんだよ。もう帰ってこないんだよ。ひどいよ。こんなのひどすぎるよ。朝比奈さんは泣き崩れた、うん、足元に転がる山田くんの死体にすがりつくように。うわ優しいなあんたは。そうやな、あんな山田といえどな、ね、ああバッチリぞ。ね、山田やからバッチリとかじゃなくて死体やからな。でもめちゃくちゃ朗らかな顔で死んでるな山田。お前お前いい顔で死んでるやんけ。どうして、うん、どうしてなの、うん、朝比奈さんの瞳から大粒の涙がこぼれ落ち、その涙が山田くんの頬に当たる。そういうのって生き返る演出やん。そういうのってな、フィクションの世界。おお、そう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 フィクションの世界だったならここで山田くんは目を覚ましたのかもしれない。ああだけどこれはフィクションなんかじゃ。なに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 、はは、はフィクションなんかじゃ、は蘇生したえな、何を言ってんの何を言ってるの、はここどこ、え寒いよ。むちゃくちゃやってるやん。雪国弾丸論破。え、でもアナウンスさっき流れたよな山田。え、流れたよな山田の死体発見時の時。 え流れてないのか。そうか。え、流れてない。なんかそうか、流れてたらあれか、物理室におった2人も知ってんのか。でも知らなかったってことはあれ流れてなかったっけ、あの時って。じゃあ石丸くんしか死んでないのかこれ。思い出した、希望が峰学園。え、うん、お前出したよ。お僕はみんなと出会う前からうみんなと出会ってたんだね。何を言ってるんやこいつ記憶が混在してるようだな。もうダメだろう、はあ、光だ、光が広がっていく。あ、スピリチュアルなこと言ってる。まるで水星のように。山田、お前、え、山田、誰にやられたの？言ってくれ、山田。山田、言ってくれ。犯人は誰なの？じゃ、お前が言ってくれたら助かるんや。犯人？犯人の名前、僕は知ってる。思い出したんだ。お。いや。おいおい、インターネットスラング言ってる場合ちゃうでお前。安弘、お、え、犯人は安っていう話じゃなくて、犯人は安って、お前インターネットで疲れすぎやお前って言おうと思ったらお前さね、安弘って誰や。安弘、俺のこと、俺の本名。安弘、安弘ってさ、え、犯人はヤスのヤスってもしかしてヤスヒロ、ね、だとしたらマジでこいつインターネットに毒されすぎてるんやけど、ね、そして二度と開かなかった二度目の絶命、絶対の絶命、おお、お前もとって。その後も朝比奈さんの涙は何度も山田くんの上に落ちたが、もう二度と奇跡は起きなかった。やっぱり現実なんてこんなもんだった古典漫画でもあるまいし、涙ごときで体力が回復してたまるか。まったく、あなたは本当に血も涙もカルシウムもないのですね。カルシウムね、めちゃくちゃひょろひょろやからってことね。せめてタンパク質が残っていることを祈るばかりです。ちょっとセレスさん、ちょっと、エッチだセレスさん、エッチだ。せめてタンパク質が残っていることを祈るばかりです。セレスさん、そんなタンパク質がセレスさん
黙れ。イラついてるんだよ。あ、ムラついてるわけではなかったか。わざわざ蘇生までして余計な言葉を残していくとはな。おかげでゲームが興ざめになってしまった。こいつねえ、ヤスヒロだったな。もしかすると、あ、ハガクレってヤスヒロなんや。ハガクレ？お前やんじゃ。でもハガクレのことヤスヒロって呼んでたの。ねえ、ハガクレ殿って言ってたでしょ。ハガクレヤスヒロ、そうとしか考えられませんわね。つまりこれで決定的になってしまったということか。次々と人を襲い、さらに石丸くんと山田くんを殺し、その上彼らの死体を隠そうとした範囲に妙なコスプレで顔を隠し、ジャスティスハンマーなんて傷つきを使う。いやー、そんな気色の悪いことするか、ハガクレが。するか。あら、ハガクレくんがそうなのか。タンパク質が残っていることを祈るばかりです。ほら、ね。まあ、服が汚れてしまいましたわ。ね。早く拭きませんと、つって、ね、自分でペロペロ舐めるんや、最悪やな。ごめんな、朝日田さん。あんたが泣いてる時に、なあ、R18 同人誌セレスティやっちゃってごめんな。仲間2人も殺すなんて。まあいいだろう。とにかくそろそろ始めるとしようか。命がけの犯人当てゲームを。いや、命がけという割には今回は簡単に決着がつきそうだがな。うん。そうですよね。まあ、なんかまた始まるのか。また始めなくちゃいけないのか。本当はもう分かってる。やるしかないんだ。みんなで生き延びるためにはやるしかないんだ。うん。あ、そうなのか。ほんまか。ハガクレか。まずはモノコマファイルで状況を確認してみよう。被害者は山田ひふみと石丸清隆、両名とも致命傷を頭部の殴打。それぞれ似たような凶器で殺されたものと思われる。ジャスティスハンマーね。うん。弾丸論破新作でセレスのご奉仕 ASMR 出せ。ねえ、なんかどうやろう、セレス、ね、めちゃくちゃ嫌がりながらね、嫌がりながらやるわけでもなく、最初はやるんやけど淡白な感じで やると思うやん。でだんだんこっちがそのなんかね、まんまと癒されてるのを見て罵倒モードに入っていくんやと思うな、ね、最初嫌がりながらやるとかじゃないと思うやな。やりはするけどめちゃくちゃもう淡白で、もう棒読みで適当にやるんやけど ね、まああら単純ですのねみたいな感じがいいな。はい、でこれだけ妙だ。確かに妙だな。情報量が今までと比べて少なすぎる。問題ないでしょう。そもそも今回の事件は私たちの目の前で次々と起きたのです。モノコマファイルよりも私たちの方が事件に詳しいはずですが。それはそうかもしれんが。だが。それともう一つ気になっていることがある。消えたままのもう一人のことだ。そうですよ。キリギリ京子です。キリギリさんのことだよな。もしや。確かにあいつに忘れせや山田襲撃の際のアリバイがあるが、だったら単独犯ではなく、あいつが、犯人の共犯をしていた可能性ならどうだ。ねえ、そうです。それもあるんです。共犯？何をびっくりしてんねん。あるやろ、全然。あ、こんにちは。共犯？うん。何しに来たのですか？今、脱字じゃなかった。今、脱字じゃなかった。何しに来のですか？ねえ、セレスも脱字するか？ねえ、冷静なふりして、混乱してら。邪険にしないでよ。せっかく質問に答えに来てやってんだからか。質問。共犯の話をしてたでしょ。その説明は前にもうしたと思うんだけど、そう、あれは1回目の学級裁判の時、うん、ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか、うん、では答えましょう。殺人の際、共犯者を味方につけることは可能ですが、卒業できるのは実行犯である黒一名のみです。これさ、だから共犯になるメリットってないよな。これって卒業を一人決定したら他のみんなって殺されるからさ、ね、共犯するメリットなんもないよな。つまりいくら殺人を手伝ったところで、うん、共犯者は得しないの。そうね、うん、じゃあ共犯者ってのはなさそうだな。大和田モンドが喋ってる。大和田モンドが喋ってる。仕上がってるよ。つまり共犯者になったところでお得感 0% なわけですよ。ゲームとか小説とかの誤字脱字見つけた時って無性に嬉しくなるよね。なんか僕がね、過去にめちゃくちゃやり込んだゲーム、トロコンしたゲームなんですけど、ニューゲームチャレンジステージっていうゲームがあって、あれね、えげつないぐらい誤字脱字があってね、それスクショしてね、いっぱい保管してやったんですけど、多分ね10件ぐらいあった。
で俺がさ東城の俺が見つけられるだけでそんだけやったのにさ、ね、なんであのまま発売したんやって思ったんやけどめちゃくちゃあったね。ならばでも今回も共犯の可能性はないということか。あのね、いやいやそこまでは答えられませんけどね。お前らの自由な発想の妨げにもなっちゃうし。そうやね。ただ忘れないでほしいのはいくら殺人を手伝ったところで卒業できる頃はただ一人ってこと。共犯者は何も得しません。つまりでは今回の学級裁判で俺たちが指摘するのはいつものように殺人を犯した黒一人だけなんだな。そっか、だからめちゃくちゃもう綿密に計画をしたね協力者がおったとして、もうはいあとはもう刺すだけですよっていうやつがおったとしたら、ね、明らかにもう 90% ぐらいは犯人って誰って言われたらそいつなんやけど、殺人を犯したのはもう一人の方やからそいつを当てなあかんみたいな感じよな。難しいね、そうやとしたら。関西って本当に素人のこと東城って言うんだ。別に関西人じゃなくても言うでしょ東城。この際だからここではっきりと決めておきましょうか。今回の学級裁判でお前らが指摘するのはこの殺人計画を作り上げそれを実行した真の黒ただ一人のみです。あーってことはやっぱり共犯っぽいんやなこれ。真の黒ただ一人のみ。説明をこれくらいにしておきましょうか。あとは黒とお前ら全員のガチンコ勝負、お互いに頑張ってね。いやおるんやな、じゃあ協力者が。黒は一人だけ、共犯者は何も得しないとなるとやっぱりギリギリさんが事件に関係してる可能性は考えられないんじゃね。そういう常識を再三にね我々にこうね我々の心にこう根付かせてるということはつまり逆説的にというところなんでしょう。そうかもしれんな。分かってそうやな、トガミ。でもこれね、トガミは分かってるんやと思うけど分かってるふりをしてるだけだと思うな僕は、ね、こいつは実は何にも理解してないね。普通にあのブループロトコルのなんか集会のこととか考えてる、うん、それならそれでキリギリちゃんはどこに行っちゃったんだろう。さあれ事件に関係ないならそれでいい。ならば我らは、捜査に集中するとしよう、うん、捜査ですか。犯人は葉隠君で間違いないでしょうけど一応捜査だけはしておいた方がいいでしょうね。あのさそれとさ念のためだけどあの人も容疑者に入れておいた方がよくない。あのジェノサイダーショーって殺人って、まあ確かにね一応ね、ね、そうですよ。あー落ちてる。何それぶったまげ。もう最近深川東子と喋らせてくれへん。まあいつの間に探しちゃったわよ白夜様。目が覚めたらいなくなってるんだもん。そりゃそうと、そこの巨乳スイマー毎回突っかかられてかわいそうに。巨乳スイマーってなんで私が容疑者なのよ。だってあんたは殺人鬼だし。そんな理由で容疑者レギュラーか。私にはアリバイもあるのに。確かにそいつにはアリバイがあったな。山田の悲鳴を聞いた時はそいつも一緒だったはずだ、うん、それと二人の死体が消えた時もそいつは物理準備室で気を失ったままだった。そうやった。気を失ったフリとかはいくらでもできるやろうけどね。現場にいた石丸の死体運搬はともかく保健室の山田の死体運搬はそいつには不可能だ。まあそれはそうやな。やしね、死体を運搬したとしても結局殺人したのってね違いそうやしな、うん、それとさ私って意外に計算深いんだよ。顔バレしてる状況で人殺しなんかしないって伊達に殺人鬼やってるわけじゃないんだからね。やっぱさね、ジェノサイダーショーおよび深川東子って殺され役が似合う感じするよな。絶対次かそれぐらいで殺されると思うな。ねえ、これはなんか特別な何かプロセスがあるとかそういうわけじゃなくてね、もうその方があんたはキャラクターとして映えると思うから。何言ってんの。そんなことで言わんないだよ。ところで現場の見張りはどうしましょう。また死体を隠されると厄介ですわよ。ならば我と朝日奈がやろう。朝日奈よそれで構わないな。あ、ちょっと大丈夫かな本当に。朝日奈さんちょっとねえ割とグロッキーじゃないさっきから、うん、どうせ私じゃ捜査の役には立てないだろうし。決まりだ。決定だな。では言いがりに始めるぞ。それにしても今回の事件ってなんだか妙だな。みんなにはアリバイがあってそのおかげで容疑者も絞られてるんだけど、だけど気のせいかもしれないけど今回はそんな簡単な犯人当てじゃない気がする。やっぱそう思う。なえりもそう思う。やっぱねえゲームとか、ね、物語とかそういうのいっぱい読んでおけば読んでおくほどそうじゃないんだろうなって思うよな。しかも今第3章ですからね、ここに来てそんな簡単なわけがないと。モノクマファイルさんを手帳に記録しました。まあ、これやよな真っ先に気になるのって。壁には大小様々なハンマーがかけられているけどいくつか歯抜けになってるな。歯抜け。
もしかしてこのハンマーを元にしてジャスティスハンマーが作られたのかと。それにしてもここのハンマーはどれもかなり使い込まれているみたいだ。石の破片や粉なんかがあちこちに付着している、うん、あれ、なんかこのハンマーだけ水に濡れてて汚れてないけど。おう、一回洗った跡があるってこと、うん、誰かがこのハンマーを水で洗ったりしたってことか。ああ、現れたハンマーを手帳に記録しました、うん、ちょっと見るか、あんたのこと。もう動かなくなってしまって石丸くん。モノコマファイルによると、石丸くんの致命傷は頭部の殴打だったはずだ。最初に死体が発見された物理準備室、あそこにあったジャスティスハンマー4号が凶器かな。それと石丸くんの死体の下に、ビニールシートが敷かれてるけど、もしかして石丸くんの死体を運ぶ際に犯人が使ったものなのかも。まあ、ビニールシートで言うと確かにね、あっちの方に物理準備室の方にあったもんな。うん。運ぶ際に血の跡を残さないようにって。てか、ね、そう考えると、運ぶためとはいえね、下のところにビニールシート引かれてるけど、山田の下には何もないの面白いな。冷たくなった山田くんの巨体が床に転がっている。それにしても本当に巨体だ。こんな大きな山田くんを犯人は一体どうやって運んだんだ。だって最初に死体が発見された保健室は1階で、この美術倉庫は3階なんだぞ。すごいな、マジで。でも、実際誰が犯人であろうと運ぶってなったら何で運ぼうとしたら運べるんや。この巨体を1階から3階まで、しかも僕らの目がつかないように運ぶなんて。ちょっと待って、ちょっと咳払いしていい？咳払いします。はい、オッケー。めちゃくちゃ喉の調子が悪い。一体どうやって。ダメだ、全然思いつかない。とりあえずこの件は後で考えるとして、先に山田くんの死体の調査を済ませるか。うわー、ギッとギトやな顔。確か山田くんの致命傷も頭部のオーダーだったよな、うん、きっと保健室に落ちてたジャスティスハンマー3号でやられたんだろうけど、でいちいちこの木槌とかじゃなくてジャスティスハンマー3号っていうの長えな。長いですね。でもね、この死んだこのね、山田くんがね、ジャスティスロボって名付けてジャスティスハンマーっていうのも、これね、山田くんがこれ生きた証みたいなところあるからね。あるいは待てよ、この死体何かおかしいな。なんだこの妙な違和感は。うん、何かが違う。警察で見た山田くんの死体とここにある山田くんの死体の何かが、そうだ、メガネだ。保健室にあった死体のメガネは確かに血で汚れていたはずなのに。ああ、メガネが綺麗になってる。ああ、ええ、誰かが山田くんのメガネを拭いたってことか。でも誰が何のために。おお、何、メガネを使うとしたら何で使うんや。ね、実際にまあメガネ借りて視力め、ね、俺っち目が悪いからメガネ借りるべ、なんかヤバだっちみたいなね感じか、光を集めるとかぐらいしかないようなメガネの使い道ってな、うん、山田のメガネ手帳に記録しました。うん、他なんかありそうな。お、あ、台車がある。ほう、でも台車やとしてもやけどな、3階まで持ってく。昔美術室とかで見たことあるな。彫像とかを乗せておくのに使われてたって。使い勝手は悪いけど、腰を曲げて姿勢を低くすれば、動かすこと自体には問題がなさそうだ。あれ、でもこの台車、うん、物理準備室で石丸くんの死体を見つけた時にあった。ああ、そうやったですか？あんま覚えてないけどな。それにこの台車のタイヤ、血痕が付着している。ああ、めちゃくちゃやん。もうねえ、塗ったんかぐらいついてるやん。物理準備室から美術倉庫に移動した台車、そのタイヤに付着した血痕、これらが意味することって。こんな血痕つくのってなんでや。俺っち全然わかんねえみたいなやけど。あのさ、
あのさ、ナイリー、実はさ、ちょっと気になることがあるんだよね。この美術倉庫に関してなんだけどさ、うん、山田と石丸の死体が消えた後さ、みんなで手分けして捜索するって流れになったじゃん、うん、私怖くなっちゃったからさくらちゃんと一緒にいたんだけどさ、でもその時私たちは真っ先にこの美術室を調べに来てたんだよね。そうよな、やっぱり。でもさ、その時は美術倉庫に鍵がかかってて中に入れなかったんだよ。鍵がかかってた？お前も見たやろ。いや、あれ、鍵がかかってるみたいだってお前も言ってたぞ。ねえ。これ、朝日田さんに気持ちよく喋らすために白木言ってんのかな。ここに来たのは捜索を始めた直後だったから、他の誰かに先を越されたはずはないんだけど。だとしたら誰が鍵をかけたんだろうね。しかもその鍵も今は開いてるし。確かに気になるね。死体の捜索を始めた直後には閉まっていた鍵が今は開いている。何か秘密がありそうだけど、それを知るためにもこの部屋から出てみてもいいかもしれない。うん。あんたにも話していくか。うん。今回の12年はいろんなことがあった。いや、いろんなことがありすぎたというべきか。思い出すという意味でも事件を振り返ってみるのもいいかもしれんぞ。ならば。我がその手伝いをしてやろうか。え？なに？めっちゃチュートリアルキャラになって。え、はい。そうだね。じゃあ一緒に振り返ってみようか。オッケー、振り返ろう。今朝食堂に集まったのは、大神さくら、内里誠、朝比奈、青木リリリ、兵庫の4人。いくら待っても他の者が来ないので、我らは来ない連中の捜索を開始することにしたんだ。その捜索を始めたのが8時頃だったが、そこで手分けした直後からキリギリさんがいなくなったんだよね。その後、朝比奈が、3階の娯楽室でセレスを見つけ、慌てて内里は我を集めたのだ。そう、キリギリさんは2階の捜索みたいな話だったよな。セレスさんの話によると、彼女は不審者に襲われてから1時間ほど気を失っていたらしいよ。こいつもな、やっぱセレスが絶対にどっかでめっちゃ嘘つきまくってる。で、全部嘘か、どっかですっげえ嘘つきまくってるかのどれかないけど。ねえ、こいつよな、セレス、てめえ。つまり彼女は襲われたのは僕らに発見される1時間ぐらい前。7時過ぎってことになるね。その際、セレスが撮った画像により、この不審者が妙なコスプレをしていることが分かった。ジャスティスロボだったの。しかもそのジャスティスロボに山田が連れ去られているという事実も判明したのか。不審者の捜索を始めた我らは深谷や戸上と合流した後、2階の図書室で傷を負った山田を発見した。我らは傷ついた山田を1階の保健室に連れて行き、再び不審者の捜索を再開したんだ。そして保健室から出た直後、うん、うん、セレスさんの目撃情証言をもとに僕らは2階へ行き、そこから手分けして捜索することになったんだ。そうやな。ねえ、これが一番やばいよな。ねえ。ねえ、セレスがさ、ねえ、あそこに犯人って。ねえ。稲妻イレブンギャラクシーでさ、あそこに UFO っていう技あったけど、あれドリブル技やったから。な。気をそらして、ねえ、ドリブルするっていう。そうしたらその直後、セレスが叫び声を上げた。今度は3階で不審者の姿を見つけたのか。ねえ、こいつ。あいつの叫び声を聞き、我らもすぐに3階へと向かった。セレスちゃん、どうしたの？例のコスプレ不審者を見てたと、うん。これね、階段を背にした私に対して左側の廊下の奥を曲がっていきましたわ。頭混乱するわ。うん。ああ。そしてその直後、今度は。うん。下の階から聞こえましたわ。ということは、今の悲鳴は、保健室にいる山田くんの。そこで僕ら二手に分かれることになったんだ。僕とセレスさんと朝比奈さんは1階の保健室に戻り、大神さんと戸上くんと深川さんが3階で不審者を追ったんだよね。うん、そうやな。そして僕は戻った保健室で、うん、山田くんの死体を発見したんだ。そうやな。あ、流れたんか、結局。流れたんよな。そうな。そのことを伝えるため、セレスさんと朝比奈さんを残して僕は再び3階へと戻った。さあ、れと。だがその時、我らは3階の物理準備室で石丸と死体を発見したところだった。石丸と、山田と石丸の死体が発見されたのはほぼ同様だった。なるほどね。これも石丸の死体を発見した直後、あのアナウンスが流れるのを聞いたから。じゃあどっちかは生きてたんか、もしかして。なるほどね。なんか死体が発見されましたって言って、で、それが同じタイミングやったから被ったみたいな感じやったけど、片方はじゃあ生きてたなとか。だとしたらそれが山田ひふみなのか。山田ひふみ側は生きてたもんな、実際にね。
それで僕と大神さんと戸上くんも一緒に保健室に向かうことになったんだ。気絶した深川さんを置いてね、バカ野郎。だけど物理室から出た直後、遅れてやってきたセレスさんから僕ら驚くべき話を聞くことになったんだ。山田くんの死体が消えてしまったのです。急いで戻った保健室にはもう山田くんの死体はなかった。その直後、気絶した深川を置いてきたことを思い出し、我ら再び物理準備室へと戻ったのだが、まさかこれは我らは夢でも見ているのか。今度は石丸くんの死体も消えてしまったんだ。僕らは慌てて消えた二人の死体の捜索に取り掛かった。そしてしばらくするとセレスが死体を見つけたとき、我らは美術倉庫へと向かったのだったな。そうよな、ね、これが意味わからんところやな。そこで消えていた二人の死体を再発見したんだ。でさらにこのタイミングでアナウンスも流れると、こんな流れだったよね。されど、でここで流れてるってことはやっぱ、こうやって振り返ってみると本当にいろいろなことが起きたものだな。最終回みたいなこと言ってるな。なんでねえ。また事件を振り返ってたくなったら我にいつでも協力してやろうと。お前優しいな。お前、オッケー、まあ、とりあえず、おお、トカミもちょっと話しとくか。トカミくん、やっぱり犯人はハガクレくんなのかな。それ以外に考えられない。お前がそうやって断定してる時って絶対違うんやから。殺人や死体小説など一連の事件が起きた際、俺たち全員にはアリバイがあるんだ。それと山田が死に際に残した言葉も安弘だったよね。つまりとなると犯人は葉隠れ以外では考えられんだろうなあ、でもさ、犯人が葉隠れくんだとしても、彼はどうしてあんな変な衣装で顔を隠したりしたのかな。そうやな、どんな衣装であろうとも姿を隠せばバレないとでも思ったんじゃないか。あいつは世紀末的なバカだからな。ね、西田ってあれ自作したのか。なんかさ、一応あれよな、なんかここの学校に来るときに持ってきたもの、だからカメラとかもそうやったけど、持ってきたものは没収されるみたいな話だったよな。だから没収されたものが置かれてる部屋がどっかにあんのか、でそっから持ってきてみたいな話なんかな。でもあれを持ってきてんのってどうせ山田ひふみでしょ。だとしてもなんで持ってきた。山田が持ってきたとしてもなんで持ってきたんや。あれかな、同人作家やから売り子に着せるようなんかな。だとしても何でもできたんや。確かにバカだけど。でそんな理由で片付けちゃっていいのか。お前年長者やぞ。お前葉隠れ年長者やぞ。お前より年上やぞ。そこに大きな手がかりがあるような気がするんだけど。なんだそれで終わりか。お前が気になってるのはそれだけか。いや他に悪いよ、気になってること。犯人が死体を隠した理由とか。死体が見つからなければ捜査もできないとそう思って隠したんだろう。だけどその割には簡単に死体が見つかったよね。確かにこんなところ真っ先に発見しに、見つけに探しに行くよな。それも犯人が間抜けだったと理由つけるほかないだろう。でもなんか葉隠れってこいつバカなふりしてるだけな気するよな。ちょっとあまりにもバカだから、こんだけバカだということがさ、周知されてるってことはちょっとバカなふりしてるっていうか、ほんますげえ頭が切れんのかな。本当にそれでいいのかな。それともう一つ気になってるのは、犯人はどうして二人も殺したのかってことなんだ。何？何？そんな驚くこと。だってさ、この学園生活のルールでは殺人を犯して犯して逃げ延びれば卒業できるんだよね。そうやんな。なんか山田と石丸の二人を殺すっていうな。なんか犯人を当てられそうやから当ててきそうな、その戸上とかキリギリさんあたりを殺すならわかるけど、山田石丸の二人殺してるもんな。別にそんなねえ、なんかひらめき力のある二人じゃないし、だとしたら犯人は他の人に犯行を悟られないことを一番に考えると思うんだ。事件の殺人を犯すってことはそれだけ手がかりが増えるはずなの。そうやな。なるほど。待てよ、ひょっとするとそうか、そういうことか。どうしたの、言ってくれ、お願いや。やめろ。誰々しく話しかけるな、こいつ。なあお前、射精した直後か。ああ、射精した直後に、そういうのってダメやって言うぞ。なあ、女の子をちゃんと、ね、優しく扱わないと、ね、自分の快楽さえ、ね、快楽を重視して女の子にこう、ね、女の子存在に扱うみたいな。トガミってそういうタイプやろな。なんか、御曹司やからさ、ね、ぼっちゃんぼっちゃんって言ってくれる、なんかメイドみたいな人も多分ね、家にはいたと思うんですけど、もうそれもそんな感じの扱いしてたんかな。最悪や。戸上こいつ性の乱れ、風紀風紀、今風紀を正してくれるね、超高校級の風紀員石丸清隆がいないんですけど、ね、
した後にも慣れ慣れしく話しかけるなって言ってたら最悪すぎる、ね、めちゃくちゃあんだはぁ、あ、はぁはぁはぁ息を切らしてあい出たね、戸上白夜がね射精した直後に慣れ慣れしく話しかけるのは最悪すぎる。だから礼は言っておこう。じゃあな、おかげで楽しくなりそうだ。それだけ言い残して戸上くんは美術倉庫から去っていった。何か分かったみたいな口ぶりだったけど、それなら教えてくれてもいいのにな。そうやな、出ていきますか。おこの、この部屋の出口は一つ朝比奈さんが言っていた鍵のかかっていたドアだ。確かドアには鍵がかかるみたいだけど、鍵をかけられるのはこっちの倉庫側だけみたいだ。ってことは明確に中に人がおったってことよな。どう見ても美術室側からは鍵をかけられそうにな。うん、美術倉庫側からしかかけられない鍵がちょっと引っかかる。朝比奈さんたちは死体が消えた後の捜索で、ドアに鍵がかかっていることを確認している。しかもそのドアの鍵は美術倉庫の倉庫からしかかけられない仕組み。この二人が嘘ついてるとかいうわけじゃなくて、内地くんがちゃんと捜査の段階でガチャガチャってしたら閉まってたもんな。しかもそのドアの鍵は美術倉庫の、側からしかかけられない仕組み。つまりこういうことだよな。朝比奈さんが調べに来た時は倉庫の中に人がいて鍵がかかっていたけど、その後その人物が鍵を開けたことでここに入れるようになった。しかも朝比奈さんが言うには他の誰かに先を越されない可能性はないらしいから。とするとその誰かって。これさ、ね、殺人犯がまだここの準備室におるって可能性あるような。ね、美術倉庫に。ね、閉めときました。ほんで、ちょっとなんか周りの音が静かになったなと思った時点でカチャって開けてサササってここの部屋のどっかに隠れて、それこそこのね、さくらちゃんの右側のでっけえ、ね、キャンバスの後ろとかにも隠れてる可能性あるよな、リアルタイムで、うん、この現場での手がかりはこんなところかな。だったら他の場所も調べてみないとな。他の場所で捜査すべきところ、僕が思いつく限りだと最初に山田くんの死体が見つかった保健室と石丸くんの死体が見つかった物理準備室だよな。あんたがそう言うなら行きますか。まあ、近いのは物理準備室なんで、物理準備室の方に行きますか。ここはもう何もなしないよね。何もなさそう。ねえ、これ、あの、学級裁判のところで、なんとなくみんなのセリフから、ね、頑張って犯人を当てるぐらいになっちゃいそうやな。大体今までって、学級裁判に入るまでに、ある程度なんとなく薄く目星がついてそうな感じもあったんやけどね、今の時点では何もわからんねんけどね。はい、ジェノサイダーショーだけ。犯人がせっせと死体運び中、私はここでおねんねん。残念だわ、そんなアルティメットレアなシーンを見逃しちゃうなんて。でも運んでる時にさね、明確にこいつね倒れてるとはいえいつ起きるかわからんわけやん、ね、ようそんな状態で死体運んだよな。そんなことできんのか。あれ、こういうビニールシートどっかで見たような、しかもごく最近、ね、石丸くんを運んだやつよな。あー、もうそれ言ってくれへんのか、うん、部屋の中央の血だまりから車輪らしき、ああそういうことか、なるほどね。そういえば、まあ、美術倉庫にあった台車のタイヤって、そうだ、あのタイヤには血痕が付着してたんだ。なるほど、まあこれの台車の上にあのビニールシートでくるんだ石丸くんの死体を乗せて運んだのかな。ひょっとするとあのタイヤについた血痕って、にしたってそんな迅速に運べるもんなんや。ね、この血痕。とすると石丸くんの死体はあの台車を使ってこの物理準備室から美術倉庫まで運ばれたのか。うん、どちらも同じ3階にある部屋だから台車を使った運搬は可能だったはずだ。なるほどね。でも石丸くんの死体が台車で運ばれたんだとしても、じゃあもう一方の山田くんの死体の運搬はどうやったんだ。そうよな。山田くんの死体があったのは1階の保健室だ。台車を使っても1階から3階に運ぶのは不可能だし、謎だな。ね、ここで、今まで使われてなかったというか、ね、我らが知らなかったエレベーターみたいなのが出てきたらもう当てられるわけないやんになっちゃうんやけど、今までこのゲームの中で出た情報の中で推理するのであれば、ね、全然見当つかんのよな、はい、ジャスティスハンマー4号、うん、死体は移動させられたけどこの効能狂気は残されたままなんだな、うん、それぐらいしかないよな。うん、物理室準備室から出ます。うん、なんかこれ物理室やし、これ準備室ね、なんか準備室の方にだけ用があって、このでっけえ機械のところ今何も用ないの
ね、かわいそうやな、こんだけでっかい機械をこさえてるっていうのに。さっきの美術室の方もそうやったけど。じゃあ保健室の方か、行くか。ここね、オセレスさん。で、うん。魔法かも。ね。犯人は魔法を使ったんだよ。魔法、ね、そんなことになったらね、魔法、ジャガーみたい。ね、獣フレンズのジャガーのセリフと同じやったな。ここね、めっちゃスルーしてたわ。狂気とかさ、ね、なんでこんなことになったかの原因すべてが魔法やったら俺怒っちゃうけどな。で、それで大ヒットしてるんやとしたら、ね、ゲーム業界もいよいよオワコンかもな。セレスさんは何の操作をしてるの？操作ということでもありませんわ。どこかに葉隠れくんが隠れていないかと探し回っているだけです。怖いよな。ほんまに隠れてるとしたら、やべっちって言ってるやろな。やべっち FC って言ってるやろ。そういうあなたはどのような操作をしているのですか？うん、いろいろと調べ回ってるところだけど、特に気になってるのは山田くんの死体を移動させた方法かな。わかるか、セレス、あんた。ね、あんたも結構考えさえそうなというか雰囲気持った女性ですけど、山田くんの死体を移動させた方法ですか？山田くんの死体が消えた時、セレスさんは保健室に残ってたんだよな。そうやな。そうですわね。朝比奈さんの気分が悪そうでしたので、私が付き添いで残ったのです。うん。ですがあまりに気分が悪そうなので、私は彼女をトイレに連れて行ったのです。うん。それで戻ってきた時に死体がなくなっていた。うん。ですが私たちが目を離したのはほんの1分程度でしたわね。確かに朝比奈さんも同じようなことを言ってたな。だとすると犯人はその1分程度の間に山田くんの死体を運び出したってこと。うん、なんかここの底がね、あの細かすぎて伝わらないと同じシステムで底が抜けるのかもしれへんし、ヒューマンフォールフラットと同じシステムで下から落ちたら上から降ってくるのかもしれへんし、だとしたら3階で運ぶのは容易。もしかしてセレスさん、もしかしてここってヒューマンフォールフラットと同じシステムなんじゃないか。何ですかそれは。しらけるな。ヒューマンフォールフラットだよ、知らないの？あの、なんか、二次三次の人たちとかがさ、昔やってたじゃんか、ヒューマンフォールフラットっていうゲーム。ちょっと、長木くん。ね、ヒューマンフォールフラットやったことないの？セレスさん。こんなやつと一緒に共同生活送りたくないよな。うん。そうなりますわね。あの山田くんの巨体をたった1分程度の間に運び出すなんて、ますます不可能としか思えないな。うわ、なんか、変なコラ画像みたいになってる。ねえ、後ろのセレスと、全面のセレス。うん。また調べることがありそうだ。ごめんね。スルーしちゃってた。うん。カメラ。一応ね。はい。結婚を見ますか。まあいいか。ハンマー見ますじゃ。うん。最も面白いことは、やべっち FC。ねえ。やべっち FC。一切番組は見たことないけど、ね、言葉は面白い。ジャスティスハンマー3号、山田くんを襲ったハンマーだ。死体は移動させられたけど、凶器は残されたままなんだな。さっきと同じやね。うん。お、あ？冷蔵庫？冷蔵庫だ。中に飲み物でも入ってるのか。ああ、なんか前も一回見たな。緊張したせいで喉が渇いた気もするし、ちょっと中を見てみよう。あ、輸血用の血液が大量に保管されてるだけだ。怖っ。吸血鬼じゃん。あの前です。これじゃ喉の渇きは癒せないな。怖っ。輸血用ねえ、学校の保健室にいるかな、輸血用の地位なんてね。校内のどこかに爆笑してるトンネルズがいる可能性、ね、なんか変な格好したらトンネルズとバナナマンの下らおるかな、うんうん、はい、テレビね、はい、これどういう角度でついてんの、これどうなってんの。ないんか。うん。まだ調べることがありそうだ。ないってもう、ないないない。もうないって。あ、ほら、あったわ。ごめんな。ごめんな。ありました。普通のゴミ箱みたいだけど。あれ、中に何か落ちてるぞ。ハンカチにしてはサイズが小さいし、これはメガネ拭きだな。ああ、拭かれてる。ほう。だからさっきのあのメガネに血がついてたやつ。しかもまたこのキャラクターよ。何かのキャラクターものみたいだけど、それにしてもこれ血がべっとりと。何か見つけたのですか。うん、ゴミ箱の中にメガネ拭きがあったんだけどさ。メガネ拭き、しかも血まで付着してたんだ。きっと誰かがこのメガネ拭きで血を拭いたんだろうけど、誰が何のためにメガネ拭きなんかで血を拭いたんだろうね。解剖検討がつきませんよね。
でもここで一番最初死んでた時は血ついてたんやもんな、メガネのところに運ばれたタイミングで吹かれたって話だもん。確かに見当はつかないけど、でもなんか気になるんだよな。うん、キャラクターもの、ね、これ山田くんのやつやもんな、明確に明らかに山田のやつな。これ出ますか。うわ毎回部屋出たら誰かおるな、毎回出待ちされてるな。何にここにいたのか探したぞ。探した、え、そんな、でいろんな人間から男女問わずね好意向けられてるね。多分大神さんもさね、なんか振り返りたかったらここで二人で振り返ろうぞみたいなこと言ってたけど、あれも普通に二人で一緒に喋りたかっただけやろうしな。探した、うん、さっきの利用してやろうと。え、何何何何、ほっぺにチューとかあったら可愛いな。さっきの礼をしてやろうと思ってた。え、礼ってチュ、これでいいか、じゃあな、礼は済ましたからつってタッタッタッタって帰っていったらめっちゃ可愛いな。不本意ではあるがこのゲームが面白くなったらお前のお金だからだ。墓暮れの部屋に行ってみろ。え、それとこいつも渡しておこう。食堂に集合せ。あ、出た出た出た、墓暮れが書いたって言ってたやつよな。これって、はがくれくんが僕たちを集めるときに使ったメモ書きだよね。よく覚えていたな。かなり突筆だったから印象に残ってたんだよ。決まりだ。だからこれではっきりしただろう。これはバナだ。どれが？ああ、笑ってるずっと。あの、どういう意味？もう借りは返したんだ。これ以上晴らす義務はない。お前、キスしろや！俺のほっぺに！トガミ、お前！ねえ、キスしようとするんやけどさ。トガミもねえ、ほっぺにキスとか慣れてないから、このメガネの部分がカチャンって当たっちゃって、なんかちょっと気まずくなるみたいな。もうやれよバカ。じゃあ、あー、トガミ。ハガクレ直筆のメッセージを手帳に記録しました。ハガクレ君に行ってみろって言ってたけど、そこに何かあるのか。その勝手に入ったのかお前、デリカシーのないやつやな、うん、こっちの方やな。はい、お、ゴー、行きますか。うん、葉隠れの部屋ってどこなんや。興味ないから全く知らんねんけど。大和田、内里、戸上、前園、江ノ島、深川、藤崎、セレス、大神、朝比奈、大和田、葉隠れ、めちゃくちゃ、え、山田なんかこれ嫌われ者がなんか端にこれ配備されてるね。え、お前らちょっとなんかめちゃくちゃ端の方に置かれてるやん、かわいそうに。鍵が開いてる、中に入れるみたいだ。戸上くんも行ってみたと言ってたし、悪いけど中を見させてもらうか。うわ、一人で行くのでも怖いな。こいつが殺人犯かもしれへんのに、そいつの部屋のところ行くのか、うん、うわ、なんかいっぱい、うわ、オカルトっぽいのが、先生術とか手相占いとかそういうのがいっぱい置かれてる。ここが葉隠れくんの部屋か。なんか妙なアイテムがずらりと揃ってるけどね。占いアイテムがいっぱいね。どこから持ってきたんだよ、確かに。ねえ、そんなに持ち込みできひんかったよな。それに相変わらず本人は姿を見せないままだし。うん。勝手に部屋を調べられても文句は言えないよな。ボタンボール。コロナンボール箱の中に何か入ってるみたいだ。これを、これ、誰かの設計です、それに。うん。石膏やプラスチック、段ボール紙なんかで作られた部品。もしかして、ジャスティスロボの。これが葉隠れくんの部屋にあるってことは。いや、待てよ、でも。この設計。おい、めちゃくちゃ字汚いやんけ。これ、なんか気になるというか。腕はこのぐらい曲がるようにする。いや、もう怪しいと思ってたんよな。これが本来の葉隠れの字やろ、多分。な、じゃないのか。やっぱ、あ、そうなんじゃないのか。葉隠れの字じゃなくて、これがほんまの葉隠れの字で、ね、普通に関係なくこいつもジャスティスロボが好きで作ってて、それを誰かにパチられた可能性あるな。ね、悲しいね、残念。ここら辺一体調べたいけどな。もっとベッド見るか。普通のベッドで僕の部屋のものと大して変わらないな、うん、じゃあ奥の部屋か、うん、ここはシャワールームの中をそっと確認してみた。ここには何もないみたいだ。しかし汚いな。うんこべっちゃり、嫌だな。葉隠れお前、ね、
俺やったらシャワールームこんなに、逆にみたいな、そこまで言うんやったらね、うんこなんてそこら辺ですればいいんだべ、安すぎる破格れ、そんなに、そんなレベルなんや、はいはい、これあ、ドアかぐらいしかないよな、もう見れるもんってな、戻ってるか、またこれちょっとね、覚悟しとかな、出た瞬間に矢神とかが待ってるか、ああ朝比奈さんでした、あ、内地大変だよ大変、どうしたの、え、キリギリちゃんが見つかったって、キリギリさんが、今内地くんがお熱なのはキリギリさんやもんな、俺は朝比奈さんだけど、俺は朝比奈さんだけどね、これちゃんと目の前で本人に言っとかな、な今矢神って言わなかった矢神って言ってないですけど、矢神って言ってないですけどね、このイーグルジャンプのね、グラフィッカー矢神コウの話なんて一切 してないですけどね、ね、チャドトガミって言ったよ、トガミね、トガミ白夜ね、白夜トガミ、略して矢神やな、っていうか大変なのはそれだけじゃなくって、ジャスティスロボまで参上しちゃった、じゃあ歯がくれやんけ絶対、じゃあ歯がくれやんけ絶対に、の衣装着た歯がくれがね、とにかく2階のプールまで来て、あ、いつも通りね、2人でいつも一緒に行ってるもんな、まさかこのタイミングで歯がくれくんとキリキリさんがいっぺんに見つかるなんて、とにかく急ごう、2階のプールだったよな、あ、よかったい、いちいちマップを押さんでも自動的にねえプールへ行ってくれたんですか、うわえ、何お前ら行儀よく立ってんのな、お前らこれどういう集まり、何行儀よく立ってんねん無言のキリギリ情報、キリギリさんそれにやれやれだべ、うえらい目にあったべ、こいつハガクレくんだよな、あこいつな、こいつらなんなんや、ねえ、ジャスティスロボ参上でしょ、あれを見つけたのはキリギリちゃんなんだって、は、ハガクレくんだよね、ナエギッチじゃねえか、お、ナエギッチですけど、どっからどう見てもそうだべ、マサヨシって書いてるけどね、いや、そうは見えないけど、なんだその格好、なんだこの格好は、俺は寝とる間に改造されてたんか、悪の秘密結社に、そんな初代仮面ライダーみたいな、ねえキリギリさん、私がハガクレ君を見つけたのよ褒めてちょうだいみたいに言ってるけどさ、お前ずっと俺ら探してたのにさ、ねえ、なんだんやこいつ、ねえ、そんなにこ今までの人生で肯定してもらえる機会なかったのかな、でもそういう人が承認欲求を満たすために TikTok に過激な動画を上げたりするとかするんですよ、キリギリ京子が過激な動画を上げるとしたら何なんやろな、ね、なんか原神のリーク情報とかじゃない、やっぱハッキングとかして、でハッキングして原神のリーク情報を垂れ流して原神のキャラクターをのモデルとかをぶっこ抜いてなんか、ね、MMD 作ったりとかしてんねやろお前、そこのプールサイドのロッカーにすっぽりハマってたわ、ぐっすり寝てたみたいだから蹴っ飛ばして起こしたの意外と武闘派、蹴っ飛ばすなんてひでえぞ、もっと優しく起こしてほしかったべ、ポンポをさすってくれたりとかな、まあ、そんなん来てたらポンポをさすってぐらいじゃ起きないだろうね、気持ち悪いわ言うね、ね、もう逆にむしろ仲良くなってきてるんじゃないか、ここまでしっかり言えるってことはね、それにしてもさ、キリギリさんは今まで 何やってたの、いきなりいなくなっちゃってそのままだし、ちょっと調べ物をね、ちゃんと俺らに言えってだから、バカ野郎、調べ物なんでもないわ、なんでもないじゃなくて、そうやぞほんまに、なあお前ずっとそのクールキャラでさね、ちょっと秘密めいた感じで超高校級の何かもわからないみたいな感じのスタンスで行こうとしてるけどさ、なんでもないまでな、今まで行こうとしてるけど、なんでもない、ああインド人、なんでもない、ね、そんなことよりちょっと可愛いな、お前お前ちょっと可愛いやんけ、そんなことよりってキリギリさん分かってるのか、自分が黒幕の内通者に疑われてたってこと、それでまずはハガクレ君から事情を説明してもらいましょうか、そんな格好をしている事情をね、やれやれだ、それがな俺にもよく分かんねえんだ、いつの間にか眠ってて、そんで起きたら今に至るってわけで、どうでもいいが、その格好なんとかしら、話すのすら苦痛だ、確かにな、ノイズになるよな、いくらなんかめちゃくちゃ真面目でいいことを言ってたとしてもね、それがな、出してくれー、
なんだか知らんけど脱げないんだべ、誰か手伝ってくんない、ね、今まであんだけ占いとかそういうのに傾倒してきたからそういうのに疲れてるんじゃない、ね、なんか動物の森のさアイテムでもこうつけたら外されへんようになるアイテムあったよな、ツタンカーメンとかね。自力で脱げないものを作らないでほしいですわ。俺はこんなもん作ってねえって、え、お前じゃないの作ったろ、作ったけど誰かに勝手に装着させられたとかじゃないのか。どうやら、うん、どうやら背中の止め金のせいで脱げないみたい、かなりがっちりした止め金みたいだし仕方ないわ、手伝ってあげましょう。その場のみんなで協力してハガクレ君の衣装を脱がせることになった。これ全裸あったら嫌やな、大丈夫かな、あんなにすっぽりハマってるってことは普通に全裸の可能性あるよな。パーツごとに取り外して一数分後にようやく、あーめっちゃ着込んでるわ、ふうやっと解放されたべ。ていうかさ、これってびっくりするぐらいハガクレの体型に合わせて作ってあるんだね。それでは逆に言えばハガクレ君以外にこのコスプレをするのは不可能ということですわね。確かにハガクレ結構身長高いしな。なになに、ちょっと待ってよ、とぼけても無駄ですわよ、あなたの部屋には設計図もありましたしって、セレスさんも見てるんよな、よく髪の毛無事だったな。これ結構ね、頭引っ張るときにねまとめて抜けそうやけどな。ねえ、よろしいですか、つまりあなたがこの衣装を作ったの明白なのです、うん、その設計図なら俺も見たな。はがくれとしては意味わからんよな、なんでお前ねえ俺の知らん間に部屋みんなで入ってんねんって。ねえ、これめちゃくちゃなんかねえ、あの電動こけしの男性向けバージョンとかあったらどないすんねんな。はがくれのそれを隠されへんこともあるよな。ねえ、ひょっとして、じゃあやっぱりこの衣装を着てみんなを次々に襲ったのって、ひどいよ、ひどいよじゃないよ。ひどいよで済む、赤くれだったんだね、うん、縛っておきましょうか。最低、そうだね、犠牲者を増やされるためにも縛るって、待ってよみんな、それはやりすぎじゃ、そう、容疑者といえどチャンスくらいは与えられるはずよ、うん、うん、つうかさ、そもそも、うん、襲ったとか設計図とか何の話よくわかんねえんだけど、なんかねえ、ハガクレがそう言うならまあそうかって受け入れちゃいそうやけど、こいつ実はマジでバカなふりしてるだけで超賢い可能性あるからな。ねえ、ひげづらいけど、うん、何なの、言い訳したって無駄だ、言い訳したってダメだよ、もう決まりだよ、あんたが犯人なんだよ、なんかマルコみたいな、ねえ、これここだけここだけ切り取ったらね、さくらももこみたいな、何犯人とか何、俺は知らん、きっと俺のふりした誰かの仕業だべ、誰がお前のふりしたがんねん、なあお前になりたいやつなんて誰もおらんねんから、ここの中に、何言ってんの、だってこの衣装はハガクレ以外には着られないんだよ、だったら不審者の正体はあんた以外に考えられないって、何なんだべ、着られてるかどうかなんて試してみなきゃ分かんないべ、誰が着れそうやろわな、うん、分かったわよ、そこまで言うんだったら試してみようか、あんなね男性が長い間入ってたところにこう入ったらちょっと臭くない、で臭そう、言い終わるやいない、朝比奈さんはいそいそとジャスティスロボの部品を身につけ始めた、ああほら見たよ、うん、ああなんかそういう性癖みたいになっちゃった、ていうかこれ、視界が悪すぎるよ、足元なんて全然見えないし、よくこんなの着て歩き回ってたね、うん、だから俺じゃねえって、いやいや、まあ本人がそう言うならやっぱセレスか、やっぱな、しかもが全く曲がらないよ、明らかな設計ミスじゃん、なんかね、海外のやばいそういうねエッチなサイトとかってこういうコスプレをしてするみたいなのがあるけど、腰が全く曲がらないのであればそういうのにも使えないよな、設計ミスとはひでえぞ、あら、今のは勢い余っただけで俺が設計したわけじゃ、こいつなんなんやマジで、どないしたんや、どっちにしてもさ、これでわかったでしょ、やっぱりこの衣装を着られるのって、ハガクレ以外にはいないんだって、ハガクレの裸をねえめちゃくちゃガン見できるタイミングってでも実はあったよな、ねえそれは一緒にねみんなでお風呂に入ってたからさ、ね、目視でこのハガクレのこの3サイズとかねそういうのを目視で計測できたのであればできるんやけど、やっぱハガクレと一緒に何回もこのお風呂に入ろう、ハガクレが一緒に何回もお風呂に誘ってた相手って苗木なんよな、だからまあ苗木が一緒にハガクレとお風呂に入ってた回数が多いとするのであれば、苗木誠か犯人だな、そう言いながら朝比奈さんを不機嫌そうに衣装を外していった、
ともう言い訳できないよ。え、今のは女だったからで、俺男が切れば、一番これ多分俺の方に、なえにまことの方にこれ目が向いてるんやろうけどね、多分朝比奈さんの方がきついんじゃないかな。大事、試してみろお前やら体型似てんの。お前身長180なんぼやろ。分かったよ。戸上くんの方が体型近くないとかでいいやん。僕はしぶしぶその場の落ちたパーツを身につけようとしたのだが、ダメだ、手の長さが合わない、身につけられないよ。これやっぱり無理なんじゃん、ちゃんとここの場でさ、なえにくんのことを男の人扱いしてくれるの嬉しいな、キュンとしちゃうよな。ほらちゃんと男の子の苗木でも全然切れなかったじゃんって朝比奈さんが言って、ね、この前の2人でのさ、ね、自室でのあの蜜月を思い出すんやろな、ね、ほら苗木だって男の子で、あ、ね、そのなんか付き合おうよ、ね、あれを思い出してカーってなっちゃって、朝比奈さんどうしたのですか、朝比奈さんどうしたのですか、セレスがそう言いますね、でもセレスは気づいてるんです、朝比奈葵と僕の関係のことね。そうでしょうね、ハガクレ君の体にフィットするように作られているようですから。ゲイだよ、これと同じような別の衣装があって、その衣装を着たやつがおめえらの言う犯人なんじゃ、ま、そう主張するならちゃんと証拠を見せていただきたいですわ、ね、これほんまに犯人じゃなかったら勝手にマジで犯人でしょ、お前以外考えられへんって言われて、ね、証拠出せって言われてるのかわいそうやな。どういうことだね、証拠って別の衣装があるというならそれを見つけて提示していただかないと。なんじゃそりゃ、かわいそうに。最低、腰曲げられないなら台車押せないよな。そうかなんか重心、体ごとまっすぐやったら押せるんじゃないか。どうやろ、押されへんのかな台車って。あ、てかでも、あー、どうなんや、そもそも、ね、死体を担いで無理か、あの衣装着たまんまやったらな、ね、あの一回脱いで死体をこう担いで台車に乗せて、またあのカスタ、あのなんかなんとかロボの服を着てみたいにせなあかんもんな、めちゃくちゃ衣装を脱いだり着たりせなあかんことになるけど、ひどいよ。だから犯人は歯がくれで決まりだよ、でも台車調べた時腰曲げたらギリ押せるか的なこと言ってなかった、そうやっけ、俺全然見てない、確かに。じゃあそうなのか、じゃあそうなのか、お、じゃあ明確なヒントやなそれ。つうか本当に何なの、俺には事情すらさっぱり、ちょっと誰か説明してくんない。ジャスティスロボの衣装を手帳に記録しました。一人一人話聞きますか、災難やったね。どういうことだべ、ちゃんと説明してくんないとさっぱりわかんねえって。話の流れからすると誰か殺されたみたいだけど、そうやな、誰かさえも知らんのか。なあ、ナイジッチ誰が殺されたの。それは石丸くんと山田くんの2人だよ。2人も自分が殺したくせに、もう、そう信じてやまない。頼むよ、俺じゃねえって。いや待てよ、殺されたのがあの2人だとすると、そうか、犯人が分かったべ。誰って言おうとしてるんやろこれね。えじゃあ一応聞かせてもらえる。うん、ああ、石丸っちと山田っちはアルタエゴを取り合ってたべ。俺の占いは3割当たる。ああ、つまり犯人はアルタエゴと藤崎っちだべ。そう、残念ちゃわ。ああ、全く同じ感想かもな。残念なの。ごまかしたって無駄なんだからね、認めないよ。あんたがやったんでしょう。ねえ、ほんまに歯隠れがやってたらちょっと見直すかもな。ねえ、あんないろいろやってたのであれば。でも計画的、あんな計画的なことは歯隠れができるわけないって思ったけど、ねえ、なんか要素だけかいつまべは計画的やけど、別の要素をかいつまべは、なんかなんでそんなことしてるんって感じよな。ねえ、なんかすぐに見つかる隣の美術準備室のところに置いてたりとかさ。ねえ、そうだ、あのメモだべ。メモ。昨日の夜、俺の部屋のドアに変なメモが挟まってたんだけど、そこにはこう書いてあったんだ。抜き道らしき穴を見つけた。外が見える。ここから出られるかも。モノコマに感づかれるとまずいから、みんなに内緒で深夜1時に娯楽室に集合って。ほう、なるほど。でも指定された娯楽室に行った途端なんか眠っちまって、おいおい、きっ
ットファンに乗ってて薬かなんかを嗅がされたんだべ。ん？ちょっと待って、なん？深夜1時？深夜1時ってことは、じゃあみんなのあの手紙を科学類が出して回った後よな。寝る時間やもんな。そんなわけないじゃん。それはありえない話じゃないわ。保健室には睡眠薬代わりになりそうな薬もあったし。そうなの。それまで把握してるのお前ちょっと怖いけどな。ねえ、ねえお前それ把握してんのかって思えば思うほどだんだんなんか全てのことについて怪しくなってくるけどな。やっぱ俺ははめられたんだって。抜け穴とか外が見えるとかそんな言葉で誰かが俺を騙したんだべ。まあね、こいつなら騙せるやろって思ったんやろな。だとしてもダボハゼ級の見事な面れっぷり。こんだけ長く閉じ込められてて嘘と分かってても確かめたくなるっつう話だろ。ギャポー、俺は騙されたんだ。外に出たいって気持ちを利用されたんだべ。なんやその鳴き声。なんだか嘘くさいもん。いくら感情を込めて喋ろうが一切信じてもらわれへん。ひでえぞ。嘘じゃねえって。ちょっと。じゃあさ、そのメモってのを見せてよ。うん。見せてやんべ。確かポケットの中に。そりゃねえ。お前なあ、うん、ね、気まずいよなこれ。お互い葉隠れは俺が犯人じゃないってめちゃくちゃ弁明したいけどね、それがことごとくね立証できないわけでしょ、うん、こんばんは柳瑠衣さん。こんばんは。こんばんは。信じてください。お願いします。実際俺は刺し俺は人殺しなんてしねえんですって。うん、さっきも言いましたが、信じてほしいのならそのメモを提示していただけますか。あなたが何を主張しようと構いませんが、信じてもらいたければ証拠根拠を示すことです。あ、まあな、これは当然よな。あ、うわ、ドアップ葉隠れ、葉隠れの証言を手帳に記録しました。うん、ではそろそろ捜査を再開させるか。学級裁判まで時間もないしな。捜査なんてしなくたってもう分かりきってるよ。なんかマジで今までに比べてより平行線よな。ずっと捜査すればするほどね。うん、なんかだんだんと分かってくるみたいなところもない。うん、謎が謎を呼んでるね。なんなの？なんで山田豊島を殺したの？答えてよ、葉隠れ。いや、だから、モナクマが言ってたお金のため。そうだよね、葉隠れってお金に困ってそうだしね。まあ実際に、そうやな、めちゃくちゃ大金はたいて買った水晶が割れたみたいなお金に困るエピソード自体はあったけど。言いかかりだって、誰か助けて。何言ってんの？縛られないだけありがたく思いなよ。わめいてる暇があるなら探し物急いだ方がいいんじゃないのか。そうだった、メモと衣装を急いで探さんと。走るべ、ダッシュ。なんか最年長やのに周りに動かされてるな。ね、社会の縮図かもな。この現代のこのね、機械がだんだんとこの現場に投入されていく中で、ね、年長者はそれにね、なんかなんていうか追いついていけずに機械慣れしてる若者に教えられるおじさん。深川ちゃんというかジェノサイダーに代わりを頼んじゃってるんだけど、さくらちゃんと喧嘩にでもなってたら大惨事になっちゃうから。慣れてそうねえ、あそこなるやろな。じゃあね、うん、こうして一度は解散していったのだが、あねえ、苗木誠に気があるでおなじみキリキリ京子。え、捜査を手伝ってもらいたいの、ここなんだけれど、私の心拍って今どうなってる？ドキドキしてるでしょ？どうやら。ちょっと出遅れたみたいだから急いで取り戻さないと。手伝うのは構わないけどさ、それだったら約束してくれないかな。後でキリギリさんが姿を消してた理由を教えてくれるって。なんで？あ、そういうのは断固としてないよな。この流れで即答なんだ。とにかく。こいつ都合のいい、いやでもなんか、苗木誠ってそうやもんな。ね、都合よく扱われそうやもんな。だし、ね、キリギリさんもそれを理解して、ね、こいつなら都合よく扱えそうって思って、捜査手伝ってくれませんかっつってのが、とにかく手伝ってほしいの、構わないわよね。わかったよ。行きましょうか。疲れは、じゃあ行きましょう。うん。ねえ。ねえ、内陸、まずは死体を見てみたいわ。気色悪いやつ。気色悪いやつ。まあでも、ね、謎を解明するには確かにそうやな。うん。死体を見たいとか僕と同年代の女子のセリフとは思えないな。そう、死体は嘘をつかない、生きているものより確かな真実を伝えてくれる。ねえ、そうでしょう、うん、そうでしょって言われても、ね、真顔で正面向いてな。とにかく急ぎましょう。早くしないと学級裁判が始まってしまう。うん、死体のある場所に連れて行って、うん、
死体のある場所美術倉庫だったな。じゃあとりあえず美術倉庫に急ぐか。これで美術倉庫行ってさ、なかったら怒るんやけど、さすがに大丈夫やな。今ここにいますって出てるけど別に出てないよな、キリリーさんな。あ、ここじゃないのか。うん、3階ね。3階の、お、違う、ここ、オッケー。うん、ねえ、これも誰も触れてないけどさ、ここの柱が電柱なんもすごい意味わからんねんけど、ね、まあそんなこと言い出したらキリないか。うん、バキみたいな戦闘をしてそう。ねえ、二人とも、ねえ、実は武闘派やからな。二人ともっていうか、ねえ、深川東子もね、ジェノサイダー小モードになればね。山田くん、石丸くん、一瞬だけキリリーさんの表情がこわばった気がした。でもそれも一瞬だけだよ。じゃあ始めましょうか。彼女は石丸くんの死体の傍らに腰を落とすと何の迷いもない手つきで死体に触れていく。やっぱりモノクマファイルにあった通り、二人とも同じような凶器で殺されてる。その作業があまりに自然すぎて、あまりにも淡々としすぎて、もはや僕は違和感すら感じなくなっていた。どう思う？うん、なるほど、ね、内陸を早速見つけたわよ。見つけた、うん、ね、石丸くんが左腕に腕時計をしていたのは知ってるわよね。そうでした？そうでしたっけ？激遅刻しました。こんばんは。ピロピロピーさん、こんばんは。こんばんは。腕時計してたっけ？めちゃくちゃ見てるな、あんた。ねえ、みんなのこと。人間観察がおろそかなので、人間が嫌いとか、あんたが人間好きすぎるだけかもな。いや、そういうわけじゃないけど。それでその腕時計がどうしたと。でもなんかここまで俺らはさ、プレイヤーやからは気づかんけど、ね、こんだけ一緒に共同生活してたら、ね、腕時計してるの気づきそうなもんやけどな、うん、だって腕時計してたっけ。ちょっと待って、今公式サイトの立ち絵を見ようとしてるんやけど、うまいこと見えへんわ。その腕時計がどうしたの、うん、じゃあ見てみなさい。ほう、壊れているのよ。時計の針が動かなくなっているでしょ。ああ、じゃあこれがその犯行時刻みたいなところなんか。おそらく誰かと争った際に壊れたんじゃないかしら。針が6時過ぎを指したところで止まってしまっているわ。めっちゃ朝やな。つまりその時計は6時過ぎに壊れたってこと。そうよ。ただ昨日の夜の時点では石丸くんの腕時計は壊れてなかったはずよ。おい、こら、いつまで待たせんだ。あ、そういえばそうやったわ。そうね。石丸くんは腕時計を確認しながらイラついたような声を張り上げていた。もうすぐ10時になってまうぞ。良い子は寝る時間だろうが。うん、つまりわ、こういう描写も細かく伏線なんか。うん、昨日の夜の時点では壊れてなかったってことは、この時計が壊れたのは昨日の夕方6時じゃなくて今朝の6時ってことになるわね、うん、おう、6時ね、うん、なんかあれよな、一応ねえ、セレスさんが動き始めたって言ってたのは7時とか言ってたよな、うん、でも気になったのはそれだけじゃないわ。石丸くんの左手を見て。お、これ、え、葉隠れが言ってたメモか。何か握ってるみたいなの。本当だ、何か白いものが見えてる。これって何だろう。死してもなお、これずっと握ってたんやな。死後硬直のままで。苗木くん。取ってみて。うわ、いいんですか、そんな。バッチリよ。僕が？だって。死体は死後硬直が始まってるわ。こういう力仕事は男子の役割でしょう。まあね。分かってよ。でもなんか男を扱いされるの嬉しいな、ね、いいように使われてるとはいえね、キリギリさんに男扱いされるの嬉しい。僕は渋々石丸くんの冷え切った手を取った。その氷のような冷たさに思わず心臓が止まりそうになる。そして固く握られた彼の手の中からやっとの思いでそれを取り出した。髪の切れ端、ね、手にしてたのはそれだけ？それだけだったよ。こんな切れ端だけじゃ手がかりにならなさそうだね。そうかしら。うん。そう言いながらキリリエさんは今度は山田くんの死体に向き直った。これ半分ずつ持ってるみたいな。勘合貿易かな。そんな勘合みたいなことしてんだろ。じゃあ次は山田くんの死体を調べてみましょう。別の手がかりが残されてるかもしれないわ。うん、石丸の持っていた髪の切れ端を手帳に記録しました。行ってみますか。はい。こいつ、あ、でも左手になんか握ってんのか、もしかして。山田くんの死体で気になっている点は、犯人はこの大きな山田くんをどうやって運んだのかってことだ。ねえ、これ、山田ひふみがでけえキャラやからっていうことでさ、ねえ、一つのこのなんか、
ね、謎の一つになってるの面白いな。こいつの体がでかいばかりに、ね、どうやってっていう。だって最初に死体が発見された保健室は1階で、この美術倉庫は3階なんだぞ。この巨体を1階から3階まで、しかも僕らの目につかないように運ぶなんて、そんな方法なんて思いつかない。それで山田君の致命傷は頭部の殴打だったみたいだけど、きっと保健室にあったジャスティスハンマー3号でやられたんだろう。だけど保健室で見つけた時、死体の眼鏡は血で汚れていたはずなのに、うん、今は綺麗になってる。なんかで拭ったやつが、あの眼鏡拭き捨てられてたやつだよな。誰かが山田君の眼鏡を拭いたってことか。だとしたら誰が何だったっけ。わかんないよ、教えて、キリギリさん。ね、キリギリさんのどこに聞こうかな。キリギリさんのおへそのところ、おへそのところに聞こうかな。はい。どう、何か分かりそう、うん、思った以上の成果があったみたいよ。へえ。恥ずかしいわ、俺何も分からなくて。丸太運びみたいに運ばれてそう。ね、昔のこの、でっけえ石の効果みたいな感じだな。これを見て。丸められた紙。そうね、山田くんが隠し持っていたわ。やる、山田お前、やる、隠し持ってた。ええ、パンツの中、え、キリキリさん。え、なんで、たかがパンツよ、靴下に手を入れたわけじゃないよ。うわ、いや、そういう経験いっぱいあんのかな、キリキリさんって。そういう、ねえ、ほら、ここ、あなた反応してるわよ。ね、そういう感じでパンツいっぱい触ってきたんかな。クリーンなイメージで、あったんやけどな、クリーンなイメージあったのに。キリギリさん。ああ、まあ、そっか、キリギリさんぐらい、ね、可愛い人ってやっぱ、そっか。この基準がわからない。ね、いやー、ショックやな。キリギリさん。弾丸論破新作でキリギリさん積んでる ASMR だぜ。キリギリさんは R18 がいいかもな、もう。なんか、事務的に処理してくれる系がいいから。ねえ、事務的に処理してくれるんやけど、なんか、それをしてるうちに、なんか、キリギリさん本人もちょっとそういう気分になっちゃってみたいな、がいいな。はい。それよりその髪の確認を急ぎましょう。内陸の髪を広げてみて。山田君のパンツの中に入ってたと思うと、なんて、いいやろ、別に。これでどうしようもないものだったら山田君を許せなくなった。いいやろ別に。ティッシュかもってこと？山田君を許せなくなるかも。お、メモ書き。抜け道らしき穴を見つけた。外が見える。ここから出られるの。おー、葉隠れのやつ。おのこまに感じる、かわれるとまずいからみんなに内緒で早朝6時に移り室、準備室に集合。それは。どこかで聞いたことがあるような内容ね。そうだ、葉隠れ君が言ってたのと同じだ。じゃあ、葉隠れ君が言ってたのは本当だったんだね。だけど、全く同じってわけでもないわ。俺の部屋のドアに変なメモが挟まってたんだけど、そこにはこう書いてあったんだ。抜け道らしき穴を見つけた。外が見える。ここから出られるかも。モノクマに感づかれるとまずいから、みんなに内緒で。深夜1時に娯楽室に集合。時間帯が違う。ごめん、全然違ったわ。ねえ、俺娯楽室の方って思ったけど、時間帯が違ったんか。高倉君の話だと、彼は深夜1時に呼び出されていたけど、山田君が受け取ったこのメモでは朝6時に呼び出している。そっか、朝6時に眠らされたって言ってるもんな。おう。じゃあ、朝6時に呼び出されたんじゃん。朝6時に時計がぶっ壊れてたんやもんな、石丸君の。ほう。そうかしら。山田君が持っていたからって山田君のものだとは限らないわよ。ねえ。そのメモ、右端の部分がちぎられてるでしょ。そこに重要な意味があるはずよ。このメモのちぎられた部分に重要な意味が。あのさ、キリギリさん、もう少しだけ詳しく教えてくれ。そうやな、ごめんね、内陸もこれ恥ずかしいやろな。ごめんね、僕の理解力が乏しくて、つって。ちょっとあの、気になるかしら、もうちょっと教えてくれへんかってね。よく考えてみて、ね。そもそも彼はどうしてあんな紙の切れ端を大事に握っていたのかしらね。それは分からないけど、なんかのアニメのグッズとかやったのか。じゃあ彼が握った時は紙の切れ端じゃなくてもっと重要なものだったとしたらどう。おう、彼はどうして
あ、これあれか、石丸くんの方やな。重要なものだったとしたらどうすればその重要な、ものが髪の切れ端になるのか、そこに答えが隠されている。石丸くん、今田の持っていたメモを手帳に記録しました。ねえ、それとついでに言っておくけど、殺された2人は今回はちゃんと自分の電子生徒手帳を持っていたわ。おう、ちゃんと確認してる。つまりこの殺人のトリックには電子生徒手帳関係していないでしょうね。おう、ありがとう、そこら辺明瞭にしてくれて。ねえ、分かりづらかったもん、前回もごちゃごちゃしてたもんな。うん、まあそもそも関係する余地なんてなさそうだけど。じゃあ今回は電子生徒手帳については考えなくていいってことだね。そうかしら。考えなくていいならわざわざ言ったりしないわ。私はこの殺人のトリックには関係してないって言っただけよ。もしかしたら必要になる時が来るかもしれない。ああ、そういうわけじゃないのか。電子生徒手帳が必要になる時意味がわからないけど。でもキリギリさんの言うことだし、一応キリは止めておくか。これ一応っていうか、ちゃんとキリには止めておかないといけないやつやな、じゃあ。うん。電子生徒手帳を手帳に記録しました。ややこしい。ややこしいな。ああ。ええー。まとまってますか皆さん。私何もまとまっていないですけど。楽しいな、学級裁判が始まるぞ。分かってないけどな。石丸くんが髪握ってた理由。それは花火のような一瞬のきらめき、生と死のぶつかり合いが生む魂の閃光というわけで。というわけでね、まあそれはそれとして。そんじゃお前らは、いつもの場所に集合をお願いします。あー、これ早めに。ユー、学校エリア1階にある赤い扉にインしちゃいなよ。ちょっと、ジャニー北川はまず行って。ちょっと、あんたそれ冗談で言ってんのかもしれへんけど、ジャニー北川はまず行ってなあ。インとかもまずいわなあ。インとか、なんか、入れるとか、なんか、入れてはないのか、舐めただけかな。まあ、いいか。いいか。ちょっと、ね、言っていいことと悪いことってあるけど。どうやら。残念だけど、捜査はここまでのようね。あとは自分自身で考え、そして自分自身で結論をつけるしかないわ。うん、そうだね。行きましょうか。じゃあ行きましょうか。うん。ああ、来ましたね。というわけで、今回はこの辺で、次回また近いうちに今回のね、めちゃくちゃごちゃごちゃとしたこの、ね、操作内容を忘れないうちに次回の、学級裁判編をやっていこうかなと思いますので、また、Twitch のフォロー等をしっかりとして、ね、まあ、通知オンにしてねみたいなことを言いたいけど、ね、Twitch はデフォルトで通知がオンになってると思いますので、それをしっかりと見逃さないでねということで、ニーローでした。ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さようなら。